履いていきます。先ほどと同じです。今いる場所からマニア出ないように気をつけてください。この子たちの方が体も大きく力が強いです。はい、では行きます。あれはい、今ですねおやつ食べているのが対馬山猫の佐古くんと言います。はい、対馬山猫は実はですねこのもう少し奥に行ったところにいるアムール山猫の足と呼ばれています。名前の通り対馬に生息している山猫の一種なので、住む場所が違うアムール山猫とは少し体の大きさ、毛色等がちょっとずつ違いますので、ぜひ後で奥行った時に見比べてみてください。あらそんな対馬山猫や奥にいるアムール山猫、あとはこの那須動物王国だとちょうどですねアムールトラなんかによく見られる特徴なんですが、耳の後ろ白い模様があるのが特徴です。ちょうどですねご飯食べるのに下向くので見えやすくなるかなと思うんですが、これを小地上飯と言います。結構ですね諸説言われているんですが、主な有力な説としては腕に乗ってるよ肉主な有力な説としては仲間が後をついてこれるように森の中で迷子にならないように目印になっているんではないかと言われています。そんなですね対馬山猫、今実は数を減らしている動物さんです。主な理由として生息地が減ってしまっているというのもあるんですが、家猫からの感染症だったり事故によってちょっと引かれてしまうなんてこともあるそうです。そんな山猫を守るためにこの那須動物王国では田んぼを作っています。これなぜ田んぼかっていうと、対馬山猫もともと田んぼに集まる小さな虫とかを食べる小動物を食べて生活していたので、昔だと種子と呼ばれていました。そんなですね他の動物が寄ってこれるような豊かな田んぼを作るために那須動物王国は田んぼ作りを行っています。そこで作られたお米は向こうのですね山猫レストランなどでご飯として食べたり、あとは米粉としてパンに使われていることもありますので、ぜひ興味があったら食べてみてください。はい、そしたらですね手舐め始めていますが、おやつタイム終了となぜていただきます。